暗くなってきてる。早く探さないと。森だろ。下のアッコとかはまだおるんかな。通行止めされてるな。おい、あの女だぞ。好き勝手歩かせない方がいいって犯人かもだろ。なあ、これ以上人気のない場所をうろつくのはやめろよ。みんなあんたの動きに注意してんだからさ。おお、変わったな。お、ん、あ、先生だ。へえ、あなたよくこの空気で村を歩けますね。あんちゃんを探すのは当然じゃないですか。言っておきますが、あなたのその正義感はろくなことにならないですよ。それが何ですか。いや、もうすでにろくなことになってないですね。この事件に下手に関わって傷ついて損をするのはあなたですよ。俺は長い間この村にいた。だからよくわかってるんです。あなたはこの世で最大の悪とは何だと思いますか。え、わからないですよね。それは無関心ですよ。しかもそれは感染するんです。ええ、これほど恐ろしい感染症はこの世にないでしょうね。あなたも今日この村で目にしたでしょう。一人でも本気で子供を探そうとしている村人を見ましたか。もし子供が森の中に消えて帰ってこなかったとしても、むしろあいつらは被害者のふりをするんだ。被害者のふり？だってそうでしょう。悲しんでいる親がいるのに、あいつらは不愉快な気持ちになったと被害者の顔をしている。自分たちが傷つきたくない、不幸はごめんだとしか考えていないんだ。それがどれほど人を踏みつけ続ける行為なのか、傷つけ続ける行為なのか気づきもしない。結構まっとうなこと言ってるな。でも当然ですよね。誰かを傷つけていると気づいたらもう被害者でいられない。だから無関心でいるんです。この村全体が無関心に蝕まれている。その上、被害者になりたい人間の求めるものは加害者だ。だからあなたみたいな人や村の変わり者のせいにするんです。うーん、かけてもいい。これ以上動くとあなたはこの事件の生贄に捧げられる。菅がそのいい例だ。あいつはこの村の無関心のせいで話すこともできなくなったのに。どういうことですか。何があったんですか。それだけじゃない。あの時は俺があいつに、そのせいで。もしかしてあなたは、私や横畑さん、それに佐久間ちゃんのことも、誰も傷つくのを見たくないからそんなことを言ってるんですか。そんなことは。とにかく俺はこの村の病に気づいてすぐに外に出て行きました。今は教育実習のために戻ってきていますが、この実習が終わったらもう二度と戻らないつもりです。あなたももう探すのはやめて、すぐ都会に帰った方がいい。暗くなってきて帰ったやつもいる。もう人はまばらです。村人の中には祭りの中止の方が気になっているやつもいるくらいです。そんな中、あなたがもし子供を見つけても、村の連中はあなたを余計に疑うだけです。卑怯な人間はあなたの優しさを利用しようとしますから。
最悪の加害者はいつだって被害者の顔をしているんですよ。まともなこと言うな。めっちゃいいやつじゃん。めっちゃいいやつだった。まるで呪いみたいな言葉だったな。菅さんのことも一体何があったんだろう。どっちにしろ私は疑われるのか。だけど探さないわけにはいかないよ。ああどうしようかね。誰だろう。おばあちゃん。おばあちゃん困ったね。ああおばあさんの声。あのおばあさんかな。うん、鍵がないねーの人ね。ああやっぱり。おばあさんびしょ濡れですよ。何してるんですか。みっちゃん、かわいそうにね。またいなくなっちゃったんだね。こんなことになるならあの子に声をかけてあげればよかった。おばあちゃん、あーちゃんのことを知ってるんですか？いろんな物が足りない子はね、森に呼ばれてしまうんだよ。頭が足りない子って言ってる？ごめんね、みっちゃん。またこんな思いをさせてしまったね。あーちゃんはどこに行ったのか教えてください。ダメだよ。行ってしまったら、この村の人間はあの子を探すのをやめちまうよ。森ん中か。そんな、あの村の人には言いません。だから教えてください。みっちゃん、そうだね。何度も何度も、こんなこと悲しいもんね。だから内緒だよ。みっちゃんも内緒にするんだよ。あの子はね、森に近い場所に行ったんだよ。石洗い釜の田んぼの先にある立ち入り禁止の場所、昔の古い加工場跡へ行っちゃったんだ。きっと森に何度も呼ばれて誘われて行ってしまったんだよ。ありがとう、おばあさん。私がそこへ行くから、おばあさんは雨の当たらない場所へ。優しいね、ちいちゃなみっちゃん。本当に、またみっちゃんに会えたみたいだよ。気づいてたのか、みっちゃんじゃないって。わかんないよ。いや、私が主にみっちゃん、この子の小さい頃じゃないの。ああそういうこと。いやわかんないけど、だってこいつ記憶がないわけじゃん。うん、いけないんですけど。おいどけろよ。なんだよあんた、そんな怖い顔して。通してください。奥の方を探しに来ます。奥の方って森だぞ。やっぱりこの女怪しいって。通して。暗くなると探せない。分かったよ。ちょっと警察に知らせに行こうぜ。おー、立ち入り禁止と書かれており、ロープで封鎖されている。乗り越えた。あーちゃん、あゆこちゃん、人工洞窟がある。入り口には廃校につき危険侵入禁止と書かれている。奥から子供の泣き声がした。いるじゃん。見つけた、あーちゃん。姉ちゃん、無事でよかった。お父さんも村の人もみんな心配してるから帰ろうね。
でも、でも、ずっと声がするの。あーちゃんを言うてるから。あーちゃん、森に行きたいのに。いつも行けないよ。あーちゃん？大丈夫だよ、あーちゃん。あのね、ここは危ないから外にいてよ。でも、でも、お母ちゃんみたいな声がするの。どこかな、どこかな。ずっと探してるよ。そんなところにいたんだね。見つかったのか？おいでおいで言ってるな。こっちにおいで。危ない。姉ちゃん、どうしよう。体が動かん。お？お？ガス。おお、来てくれた。菅さん、どうしてここが？ここを出るのが先。はい。あーちゃん、大丈夫だよ。抱っこしてあげるから、おいで。あゆこ。お父ちゃん、泣いてるの？よかった、無事で。無事に見つかってよかったけど、やっぱりあの女の子が、妙だよ、怪しいね。しかもさ、森なんだって。じゃあ横畑さんの子、森に呼ばれて、恐ろしい、どうするんだ。なんだよ。だから俺言ったじゃないか、森の方も探してくれって。おい、大きい声で文句言うなよ。皆さん、迷惑かけました。無事に見つかったので安心してください。後のことは身内と発見した方、警察の方で処理します。今日は祭りも中止です。どうかお引き取りの方お願いします。ご協力ありがとうございました。村の奴ら、本当に森に近づかなかった。おい、それはしょうがねえよ。村の掟みてえだもんだから。うるせえ、わかってるよ、畜生。落ち着いてください。あゆこちゃんは無事だった。本当に見つかってよかったんですよ。あゆこちゃんを診療所に連れて行って、明日、診断書を持って署へ行ってください。あゆこ、痛いところはないか？疲れたなら父ちゃんが抱っこしてやるからな。ああ。姉ちゃんがあーちゃんをずっと抱っこしてくれたから大丈夫。おい、さすがに礼言えよ。あゆこ。で、じゃ、ありがとね。いいよ。でも、もう一人で出かけちゃダメだよ。あのさ、悪かったよ。あんたも菅もみんな探してくれたのに。雨の日に森に入ってくれる村人は本当に少ないんだ。だから、見つけてくれて感謝してるよ。森については、俺も気にはなっていたが。うまく立ち回れなかった。申し訳ない。自分で探しに行けばいいよね。うん。父親なのに。おい、君たち。誰？おお。これはこれは役場の。子供は見つかったんだろ？いつまでそこで話をしとるんだ。無事に見つかったならひっそりしててくれ。妙な噂が村に広まると面倒なんだ。もう広まっちょる。子供がいなくなると、年寄り連中がやたら昔話をしてうるさいんだよ。小鳥お化けがどうのこうのってな。なんだ若い連中まで神妙な顔しよって。俺はとにかく、横畑さん、
君と子供は早く帰った帰った。あゆこ、行くぞ。ねえ、ちゃ、またねー。あれ、診療所行くんちゃうんかい。おい、玉木？玉木かな？お前はまだ帰らないのか？いや、俺は生徒が残っていないか、見回ってから帰るよ。そっか、わかったよ。そういえば、佐久間は一体どうした？最後に見かけたのは資料館で。もし資料館にいたら、帰らせてやってくれ。さすがに暗くなってきたし、俺たちも解散しようか。ああ、そうだ。最後に確認があったんだ。はい、私ですか？報告書に君の名前を書くんだが、漢字や文字はこれで合ってるかと思ってな。神崎しおり。はい、これで間違いないです。神崎しおり？まさか。神崎しおりか？の、小泉構文？急な小泉お、構文？ガースちょっとしかめっ面になったな。いや、気のせいです。その、なんでもないので。よくわからんが、問題ないなら解散だ。全員気をつけて帰ってくださいね。チリチリーン。何も答えません。まだ聞いてません。すいません。もう十分でしょう。これ以上は何もないから。どうかもう帰って。管理人さんの手が震えてる。寒いんかな。はい、わかりました。随分と迷惑かけてしまって、すいません。今晩は資料館に帰りましょおー、じゃあセーブう。はしい。ようかね。